三冠灯台は、その内部が常時一般公開されている日本の灯台である。登れる灯台とも呼ばれる。2019年現在、日本全国で16基ある、門脇崎灯台。明かり光会が定める、登れる灯台ではないが、展望台に登ることができる。公益社団法人等光会が、海上保安庁から委託を受け、三冠事業を行っている。三冠にあたっては、 大人一人当たり三百円を基準とする寄付金の協力が求められている。これらの灯台は上部へ登って眺望を楽しむことができるほか資料館や展示室を併設するものもある。ただし、高展示や陶器などには公開されない場合もある。なお、常時公開されていない灯台でも海の日や灯台記念日の前後などに特別公開される場合がある。その他、 静岡県伊東市にある門脇先灯台は、明かり光会の参観事業には加わっていないが、展望台に登ることが可能である。灯台の参観自体は、明治時代から行われていたが、当時は個別に許可を取って見学する必要があった。戦後、観光が盛んになると参観者が急増し、従来の取り扱いでは対応しきれなくなったため、参観が可能な参観灯台を定めて、 明かり光会の職員を置き、整理量を徴収することとなった。以下は明かり光会が定める16期の登れる灯台の一覧である。ありがとうございます。